ピックあるこういうピックがですね、ね、あの厚いになってるんですけど、今それでもね、ちゃんと持ってるし、あのそのやりながらですね、だんだんとこう指が動くようになったってね、あのリハビリにも十分になってたかもしれないけどね。ギターはリハビリになりますね。で歌を歌い出したことによって、まあ、あの中田さんでいろいろ弾いていただきまして、いろんなところにこう連れてってもらったり、出してもらったり、そのうちに仲間のところに行ったらね、今日皆さんこう来ていただいたんだけど、本当に一人も来ないんじゃないかなっていうふうに思ったんです。それはね、こんなにたくさんの方が知っていて、もっといっぱいいっぱいいろんな人を知っていて、その中にいるんだなっていうふうにね、今感謝しています。本当ですね、本当にそう思いますね。で、あのこのマガジンをね、やらせていただくにあたって、それこそあの清作さんと元気さんのね、から引き継いで運営させてもらったんですけどね、もう自分たちにとっては本当にね、あの一郎君の力も近いし、であの音響ないし、ね、というのがあったんだけど、でも何か自分たちで面白いライブやりたいねっていうことでね、あのゲストのね、本当にあのいろいろ考えながらゲストをお呼びさせていただいて、あのお声をかけていただいたんですけど、すごいゲストだったね。本当にすごかったね。11組ね、うん、で次誰にするって時にね、ワンちゃんが自分が聞きたい人を呼ぶわけです。で僕も自分が聞きたいと思った人を呼ぶんですね。ですから僕ら大満足なわけです。一番楽しんでたのは自分たちだね。そうだね。で、その12回をね、一個一個全部思い出せるんですよ。本当にね、これは社交辞令じゃなく、本当にそういうライブができたことだけは、あのゲストのおかげでね、ゲストの皆さんのおかげでね、よかったなってね、思ってますね。ありがとうございましたってことでね、皆さんに言いたいんですね。なんかそれもこれもやっぱり、そのマスターとかね、スタッフの皆さんのおかげでもありますし、でここにね、前段、僕らあのフライヤーとか出してますが、マガジンミュージック、ごめんなさい、アンプラグドマガジン、月刊アンプラグドマガジンっていうんですけど、そのところにね、イモバンドが主催していますって一回も書かなかったんですね。イモバンドが運営を担当しておりますって書いてあります。なぜならば、前段はミュージックショートケーキということでね、元気さんと清作さんが運営していたライブだったんです。である時にね、ゲストが出れなくなっちゃって、出てくれないか、僕らでいいんですかって言ったら、だって一郎さん家近いでしょとか、そういう理由だったで、家が近いという理由で運営を担当することになった。あの時ね、ラッキーと思ったのね、ライブごと手に入って、うん、好きなように運営できるって面白いなとか、ね、しかもアンプラもね、だからいい経験したね。本当にそういう立場がね、運営する立場でやらせてもらったってことはものすごいいい経験になりました。ただ本当にね、こと言ってゲストさんに申し訳なくて、いろんな事情があったんですけど、十分な練習の時間がね、取れるだけの、あのお声掛けができなかったんですよ。半年先とかね、それができなくて、本当に数ヶ月っていうところで、あのやらせていただいて無理があって申し訳なかったと思ったんですけど、でもね、素晴らしいね、ステージをやっていただいてありがとうございました。ようやくそういう気持ちが少しだけ分かった ね、うん、ね、いつも出していただくだけではなくて、運営してですね、皆さんこれ6時半に始まるんだけど、僕大抵の時表に待ってたと思うんですよ。怖くて、ゲストの方を呼んだのに、たくさんの人も来てくれなかったら困る。怖くていられないんですよ、ここに。あそこ行って待ってるんですね。で、いらっしゃいとかやってるんです。今日はね、いい経験したね。まあ、あんまり来てもらっちゃ困るなと思ったけど、ちょっと恥ずかしいなと思って。それじゃあ、それじゃね、さっきの病気の話ですけど、これはおそらく最初に一郎君と、合わない気持ちがあった歌で、この歌はいいって言ったんですけど、マサトさんがね、友部マサトさんが壊れてしまった一日っていう歌なんですからね、彼はもちろん自分も長い入院生活をしたことがあって、その入院してる人の気持ちっていうか、その姿、あの風景がスッと浮かんでくるね、
何もストーリーはないんだけども言葉の中にそういうものを感じたんだよね、二人でね。でこれはいいなって言って決まりですね。病院の夜起きているっていうあの独特なね、うん、世界があるね。で僕は夜明けを待つ患者ですってね。夜明けが本当に来るかどうかわからんけどね、夜明けを待って患者としてね、いるわけでね。行きます、これやりましょうか。行きますか。
肺のね、あの肺活量を増やす練習にはなりましたね。最後にどれだけ伸ばせるか2人で勝負してる。噛んだねとか、あとでやってる。ダメだね。はい、ではいよいよラストの曲が来ましたね。ございますね。よかったですね。久しぶりにそういうの聞いちゃって嬉しい。久しぶりですよね。あのなんせあの本当にいろいろ事情がありましたね。あのこのマガジンもやってる途中からあのお互いにあのままならないいろんな状況ができてしまって、声を合わせるのはここだけ、顔を合わせるのもここだけっていうあの、ね、状況だったんですけど、今日もね、ちょっと心配だったよね、これでね、本当にできるのかねって言ってね、で、あのね、の自分の方に来て、一回音合わせしたんですけど、さすがに2年やってると、もちゃんとできるものですよね、よく残ってたね、なので、よかったなと思ってますけどね、皆さんに申し訳ないなと思ってた。これもう1年ぐらい開けてもきっとできる。いやー、わかんないな、私も言っちゃうからね。どっちかが決意になるかもしれませんがね、ありますね。はい、では最後の歌ですが、本当にね、テレビをね、つけると切ない映像ばっかりがね、このものが出てきて辛くなっちゃうんですけどね、私の歌の中では、まあ、バリアが軽いというかね、軽いですね。あの世界が楽しく明るくなればいいなっていう地球のメリーを、ね、これガロの歌なんですけどね、さっきの美しすぎてとこれがガロの歌なんですけど、これやろうよって言うとね、もうリードボーカルになっちゃうんですね。僕にもたまには歌なんで、何そんなこと言うの。ハーモニーの方ばっかりなんだもんな。さあやりましょう。はい。
ます。ありがとうございます。ありがとうございます。病気をしましてですね、小山と僕はアルコールは飲めないんですけど、アンコールはいただけます。はい、ありがとうございます。まあ、私も大して変わらない。僕はあの肺がないんですよ。この人は胃がないもんですから。いろいろないところですよね。いいですか？で僕は協調性がないですからね。協調性。まあ、大して変わらないんですからね。じゃあ、最後の曲は、ロマンス、ガルモの曲です。